どうも、皆さん、こんにちは、しもがわです。はい、今回はですね、塩の話したいと思います。ね、二文字でとてもわかりやすいですよね。塩の話です。パンの材料を知る塩編というところでね、まあ、パンには欠かせない材料なわけですけど、塩。でもね、この役割、どういう意味があってパンに入れられているのかっていうところを、まあ、正確に把握していますという方はなかなかいないんじゃないでしょうかね。で、今回塩のですね、役割もそうなんですけど、まあ、どういう成分で、塩ってできていて、それがどういう影響を与えているのかっていうところと、あとはどれくらいの量を入れたらいいのか。っていうところですよね。なんかちょっとこれレシピによって全然塩の量違うんですけど、これなんすか、この微妙なこの数パーセントの違いなんですかみたいな感じでね、もう疑問に思ってるけど誰も答えてくれないっていうところはね、思ったことあるって人いると思いますんで、そこら辺にもねちょっと、今回はやって、触れていきたいと思いますんで、一応流れとしてはですね、まず塩とはってね、お前に説明されるまでもねえよって思うかもしれませんけど、この根本なところをお話しまして、その後に、塩役割、なんでパンには必須の存在なのかっていうですね、一応塩と小麦粉と水とイーストでパンはできていますっていう定義があるぐらいですからね、塩はなくてはならない存在なわけなんですけれども、まあここら辺がなぜそう言われているのかというところをお話ししていきたいと思います。はい。で、その次に塩の量、どれくらい塩を入れるとパンっていうのはいいのかっていうところを、まあちょっと、ハード系とリッチなパンを2つ使ってですね、それぞれなぜこうなっているのかっていうところをちょっと見ていきましょうというところで、はい。じゃあ早速、塩とはからやっていきます。はい、塩とは何なのかっていうね、バカにしてんのかよって思うかもしれませんけど、ここですね。まあ、当たり前のことですけど、見ていきましょう。主成分、塩化ナトリウムですね。これはまあ皆さんご存知の塩化ナトリウム、ね、CLNA でございますよ。CL が塩素で、NA がナトリウムということでね、まあ文字通り塩化したナトリウムということで、塩化ナトリウムということになっております。はい。で、我々が普段使ってるあの真っ白い塩ですね、食塩と書かれてるやつ。あれは、まあ、99% が塩化ナトリウムでできているということなので、パンの専門書とか見てもですね、こういろんなレシピ書いてあって、塩って書いてありますけど、あれは基本的にそういう 99% が塩化ナトリウムでできているような塩を使っているという前提で書かれています。というところで、まあ、まずこれを前提に置いていきましょう。ほとんどの塩っていうのは塩化ナトリウムであるっていうところですね。じゃあ残りの 1% は何なのかっていうところ。この残りの 1%、その他は、まあ、他の海分ですよね。まあ、海分って言っちゃって、ちょっと何それって思ったかもしれませんけど、無機質、海分、ミネラル、全部一緒のものですね。これ、無機質、っていうのは、まあ、五大栄養素の名前でよく使われますね。タンパク質、脂質、炭水化物で、ビタミン、ミネラルですね。無機質。またミネラルって言っちゃいましたけど。要は、微量栄養素。というところで、どういうのをこう無機質とかね、海分とか呼ぶのかっていうところなんですけれども、マグネシウム、鉄、カルシウムとかですね、前はこの元素名で言われますけれども、そういうですね、これ、海分という呼び方があるんですけど、なぜ海分と呼ぶんですかっていう話なんですけど、肺の分と書いて海分と呼ぶんですよね。要は燃やした時に肺になる分、まあ燃えない分ですよね。という意味で、海分という名前がついているっていうことで、まあ要はそういうですね、物質のことを、無機質だとかミネラルだとか海分だとか呼んでいるっていうことなんですけど、塩っていうのはまあそういうものでできているっていうところで、塩化ナトリウムもまあまあミネラルの一種みたいなもんなんですが、まあその他にも、ミネラルが含まれているというところで、塩化ナトリウムの次に多く含まれているのがマグネシウム。ということになっています。これは結晶化するスピードというのがそれぞれの物質で違うので、塩の次、このね、塩化ナトリウムの次に結晶化しやすいのがマグネシウム。次が、カリウムとカルシウムはちょっと順番変わるみたいですけど、まあカリウム、カルシウムみたいな感じになっているようです。だから塩ってですね、塩化ナトリウムの次にマグネシウムが多いんですね。っていうか、ほぼ塩化ナトリウムとマグネシウムでできているようなので、今回のね、このマグネシウムの量というところに注目したいと思います。で、塩って、何でこのね、その他の成分の量が決まっているのか、っていう話もあるんですよね。食塩は 99% がこれ塩化ナトリウムわけなんですけれども、まあ、皆さんご存知の通りね、いろいろ岩塩とかね、まあ、湖のシャワーだとか、どこどこの海水塩だみたいな感じでね、いろんな商品ありまして、この塩はミネラルが豊富だよみたいな感じで言われて売られている塩ってあるわけなんですけれども、あれがまあどういうことかというと、
こういうマグネシウムとかカリウムとかカルシウムが多く含まれているということなんですけども、にがりっていうことが聞いたことありますよね。にがり、にがり、にがりというのは、あれ、豆腐の凝固剤として使われているわけなんですけれども、豆腐にね、このにがりってやつを入れると、まあなんか固まりますよと、なんかね、大豆のタンパク質が、もろもろもろと固まってきて、一個にまとまりますよということで、これにがりって昔から使われているわけなんですけど、このにがりというのはですね、この海水を煮詰めて、こうずっと煮詰めて、添加の取りもね、取り出して食塩にするわけなんですけども、その取り出した後の煮詰めた水ですね、これのことをにがりと言いまして、先ほど言った通り、まあ塩化ナトリウムの次にですね、まあ多く結晶してくるのがこのマグネシウムということなので、このマグネシウムがたくさん入った水、それがにがりなんですね。でにがりを入れるとね、豆乳が固まって豆腐になるということは、マグネシウムというのはですね、タンパク質を固める効果があるということですね。ここら辺がパンにも多く影響していているということですね。これはまあ後ほどお話ししますけれども、そうやって、マグネシウムが多いと、そのパンのタンパク質っていうのを引き締める効果があるっていう、そういうことですよね。っていう感じで、まあ使うときにね、そうやって塩化ナトリウムが多いやつ、マグネシウムが多いやつっていうところで、まあ、使い分けをするっていうのも一個の、手というところで、まあ、こだわってる人はですね、この博多の塩ってやつありますよね。あれって結構マグネシウム多めに使ってますっていうのが、まあ、そもそもあの苦味成分を多くしてますっていうのが売りにして使われてるやつなんで、まあ、入れたお店とかですね、その博多の塩を使うっていうのをこだわってやってたんですけど、まあ、だからこだわってるパン屋さんとかはそういうですね、まあ、ミネラルとか見て、あ、マグネシウムの多いやつを使おうとかはやっているというところなんですけど、あ、じゃあそうやってパン屋さんがこだわって使ってるんだからね、じゃあやっぱミネラルが多い塩の方がいいんしょっていうところでね、よし使いましょうと思うところ、思ったっていう方はね、ちょっとお待ちくださいというところで、一応ね、デメリットもありますという、デメリットというか注意点ですね。ミネラルの多いそういうですね、まあなんか岩塩だとか、どこどこの海水塩だとかいうのを使うときにちょっと待ってくださいというところで、一応ね、ミネラルの多い塩っていうのはね、そういうタンパク質を引き締めるという効果がありますので、こう水分が多く入れたとしても、水分が多い生地でも、扱いやすい状態でちゃんと膨らませてくれるという効果があるのですが、代わりにですね、こういう、その他の成分が多いということはですよ、こちらの塩化ナトリウムが少なくなるという当たり前のことが起こってくるというところで、そうするとどうなるのかというと、当たり前ですけど、しょっぱいのって塩化ナトリウムだけなんで、塩味がちょっと弱くなってくるっていうことですね。まあ、これは塩ってそもそもたくさん入れるものじゃないんで、微妙な違いだと分かりづらくはあるんですけれども、これが、前はその他の成分が多ければ多いほど大きくなってくるので、これが、成分をね、こうなんかいじるときに、塩の量、この塩化ナトリウムの量がどれくらいなのかっていうのを見て、じゃあこっちの、なんかミネラルたっぷりのいい塩に置き換えましょうってなったときに、あ、じゃあちょっと多く入れてやんなくちゃいけないのかなっていうところにつながってくるということですね。塩化ナトリウムの分がちょっと少ないから、ちょっと変えるときに多めに入れてやろう。まあ、ほんと 0.12% ぐらいとかですね。で、変わってくるというのが、あります。まあ、ここら辺は、正直若干感覚値っぽいところもあるので、これね、マグネシウムとか他のこの成分も全くね、何も影響していないのかというわけじゃないんですよ。一応ね、マグネシウムはね、味に影響を与えていまして、マグネシウムが多いと、苦味を感じるというふうに言われています。ちょっと、後味引くような苦味がですね、若干感じるんですね。このマグネシウムが多いやつというのは。とはいえ、先ほども言った通り、塩ってめちゃくちゃたくさん入れるわけではないので、食べたからって一発で、お、苦味を感じるな、これ。岩塩が入ってるね、みたいな感じにはならないんですけれども。でもまあ、料理とかパンっていろんな要素の積み重ねですので、こういう細かいところを気をつけることによって、で、自分のこだわりのね、こう味っていうのができてきて、あれ、このパンなんか美味しいみたいな感じで、そのなんかにつながってくるというところがありますんで、まあ一個の要素としてね、気をつける要素として、ミネラルの多い分、多い塩っていうのはですね、こういう他のマグネシウムとかカリウム、カルシウムっていうのが多い塩というのは、塩の感じ方、塩の塩味のね、感じ方がちょっと弱くて、で、苦味が出てくるんだよっていうのを覚えておいてもらえるといいと思います。そこら辺はですね、まあ、食塩とか、まあ、ミネラル豊富ないろんな、他の塩
との使い分け方っていうところですね。食塩で基本的にレシピは組まれているので、他のミネラルが多いような塩を入れるときは、こう成分見て、お、めっちゃオメガ3塩入ってるじゃんってなったときは、ちょっと多めに入れてやると、塩味は同じぐらいにはなるっていうことですね。で、マグネシウムとか、そういう他の成分の、効果によって、まあ、水分がたくさん入ってても、引き締めで作業しやすい、膨らみやすいっていうことが出てくるっていうことです。まあ、これが、まあ、塩とはっていうね、そもそものお話だったんですけども、塩とは何なのか、塩化ナトリウムのことである、その他ちょっとの、こういう微量なミネラルが含まれているのが、まあ、塩ですよ、というお話です。はい。で、そうやって塩の役割、ね、じゃあ移っていきましょう。そうやってね、塩ってね、こういうのでできているんだっていうのが分かりましたけども、じゃあなんでパンに入れるのか、パンに何の役に立っているのかと、パンに入れたらどうなるのかという話なんですけれども、こちら塩味をつけるっていうね、当たり前の効果、まあ、とりあえず置いといたとして、グルテンを引き締め弾力を生むとかですね、この水を吸うという効果もありますし、あとは焼き色がつくというですね、効果もあるんですね。砂糖と一緒ですね、焼き色がつく。で、あとは微生物の活性を抑えるっていうですね。まあ、これちょっと一応で書いていますけど、後でまた説明したいと思います。で、結構ね、まあ、お話とですね、してですね、お話として、パン屋さんで仕込みの人がこう塩を入れ忘れて、そのまま作業に流れてくると、これ別に食べなくても途中で誰かが気づくんですね。おこの生地塩入ってなくねっていう感じで気づいて、嘘って言ってこう、生地をちょっと舐めてみると、あ味しない。忘れたね。みたいな感じで、結構なるんですね、パン屋さんって。焼かなくても、食べなくても、塩が入ってないって分かったりするんですよ。これがなぜ分かるのかというと、これがね、グルテンを引き締め弾力を生む、水を吸うって書いてますけど、これね、なんとなくなんか補助的な効果でしょみたいな感じで、つい文章で読んだだけだと思ってしまうんですよね。いや、言うてそんな変わらんでしょと。いやいや、まあね。まあ、なんかそういう効果もあるんでしょと。副産物的なね。みたいな。まあ、主な効果っていうのはやっぱ塩味をつけることだからね。塩はね。塩味をつけるのが重要なんであって。まあ、ついででなんか引き締めたりとか違うっていうことで。ついでじゃないですね。ついでじゃなくって、しっかりと生地の、この弾力をね、こう引き締めて。ベタつきを抑えてくれるっていうのがむしろ主な効果なんじゃないかっていうねところがありまして、本当にねこの塩が入ってないパンというのはですね、もう溶けたお餅のような感じでもうダラーンとなってね、全然膨らんでこないんですよね。これが、ね、力がないと、力がない生地って、なんかもう古びて、もう全然なんかカッサカサになって伸びないし、途中で、なんか割れちゃうような風船ありますよね。なんかめちゃくちゃなんか古い風船膨らませると途中でバンって割れるじゃないですか。あんな感じにもう全然膨らまないし、なんか硬くなっちゃってもう全然膨らまないし、で横になんかダラーンって伸びていっちゃう。で触るとなんかめっちゃベタつくとね、めちゃくちゃなんか手にくっついてきて、これ作業しにくいんですけど、しかも膨らまないし、どうなってるんですかっていう状態になるっていうことですね。塩が入っていないと。というところで、まあそういうところを見て、こう触った瞬間に、何これみたいな感じで、熟練したパン職人さんが、いや、これ塩入ってないでしょみたいな感じで気づくということですよ。で、パン屋さんではね、仕込みをね、初めてやる。まあ初心者ね、まだ入ったばかりの子が仕込みをやるってなった場合にね、必ずね、何々が入りますみたいな感じで、ね、言わせるというのがあるんですよ。これ熟練した職人さんは言わないんですけど、なぜそういうことをね、言わせるのかというと、これはね、塩入ってないとこういう弾力がなかったりとか、ベタついたりとかいうね、もう触ってわかる、目に見えてわかる効果がありますので、慣れてる人はね、これ混ぜてる時に気づくんですね。あ、これ塩忘れてるなって。別に、舐めたりしてるわけじゃないのにっていうところで、そうやって気づいて、お塩を入れ忘れたっていうのを、まあ気づいて入れれるんでいいんですけど、まあわからない時はですね、まだ慣れてない場合っていうのは、見ても触ってもわからないので、だから入れ忘れないように、何々入れますみたいな感じでね、お前言えよみたいな感じで言われるというわけですね。で、まあ、入りたての初心者のね、若い子はね、なんで私できないんだよと、みたいな感じで言いながらですね、こう言わされるという、そういうのがあるんですけれども、それっていうのが、こう塩とかですね、これ塩だけでもね、入れ忘れるととんでもないことになっちゃうというところです。
こうやって全然膨らまない、なんかダラーンとベタついた生地になっちゃうし、焼いた時もね、焼き色が全然つかないですよ。もうほんと全然焼いても色がつかないということになってきまして、これが本当にそうで、なんで塩を入れないと焼き色がつかないのかというと、まあ他の砂糖とか卵とか色がつくような副材料が入っていれば話はまあ別なんですが、ハード系みたいなね、もうほんと塩と水と小麦粉だけで作ってるようなパンって、これ塩が入ってないと、焼き色つくものがないんですよね。塩ってこう焼いたら色つきますよね。あれってなんか塩釜焼きとか、まあなんか塩をいったことがあるっていう方はわかると思うんですけど、だんだん色ついてくるじゃないですか。塩って色つくんですよ。焦げるっていうところで、まあ単純な話、焼いて色がつく成分が入っていないので、いくら焼いても焼き色がついてきませんよっていうところが起こってくるということですね。まあもちろん小麦粉もずっと焼いていれば、分解されてでんぷんがね、焼き色出してくれるんですけれども、それでもめちゃくちゃ時間かかるというところで、塩を入れないと膨らみもしないし、ね、食べた時に弾力もないし、作業性も悪いし、で、プラスで焼き色もつかない。いや、でもダメじゃん、みたいな感じになるということです。まあ、一応ね、無塩パンという分類のね、パンもありまして、塩を入れないで作るパンっていうのもあるんですけれども、まあ、それは、もう最初から肌から塩入れないって分かってるんで、水分量も極端に減らしますし、焼くときもあらかじめもうこれくらいの焼き色にしかならないんだっていうのが分かって焼いているので、まあそれはそういうパンっていうことで存在しているんですけど、だからわざわざ分類しないといけないぐらい塩っていうのは役割として重要だということですよね。まあそもそも4つのね、小麦粉、塩、水、イーストの中の1個に入ってますからね。昔からこれは言われている4つなので、昔から入れないとダメというのは認知されていたということです。はい。だから塩入れないと、とにかく塩味がね、ついていないとぼやっとした味になっちゃって、まあそもそもね、まずってなるっていうのは、まあそもそもの根本的な問題なんですけれども、それ以外にも全然膨らまなくなっちゃうし、で水も吸ってないんでベタベタになっちゃうっていうところがあるんですよね。こうタンパク質をさっき言った通り、この塩化ナトリウムとかマグネシウムとかカリウムっていうのが引き締めるっていう効果があるんですけれども、まあプラスで、水と溶けて馴染んでくれることによって、まあ塩とかね、こういう無機質が水を吸ってくれるっていうところでベタつかないっていうのはあるんですけど、その吸った水ですね、タンパク質の中の水をキュッと吸うんですけど、そこにね、この塩化ナトリウムとかマグネシウムがシュッて入り込むんですね、タンパク質の中に。そうすることによって全く別の物質にタンパク質がない、そういう強いタンパク質に変化することによって、より水をこう包み込んで膨らんでいってくれるというですね、そういう効果がありますので、まあ、入っていないと全く膨らまなかったりということが起こってくるというわけです。はい。で、まあ、最後に一応ということで書いていますけど、微生物の活性を抑えるという効果もあります、ね、微生物の活性、この活性って何かというと、まあ、要は元気ですよね、微生物の元気、これをちょっと落ち着きなさいということで抑制してくれるという、そういう効果があります。まあ微生物っていうのは、これは、絶対パンに入れるイーストですね。イーストもそうですし、自然界に普通に存在している腐敗菌とか、まあいろんな菌もそうなんですけれども、こいつらの働きを、まあ生きり立たないように、ちょっとね、落ち着いていきましょうよということで、まあゆっくりしてくれる。という効果ですね。これはまあ漬物とかあれぐらいめちゃくちゃたくさん塩を入れるぐらいになっちゃうと思うので、ものすごく水吸われて塩になっちゃうんで全然働かないということになってくるんですけど、パンとかああいうちょっとの塩ぐらいだと、まあ、ちょっと落ち着きなさいぐらいの効果になるっていう感じですね。で、イメージとしてはこれ何の意味があるのかという話なんですけれども、イーストね、あれってめちゃくちゃ元気がすごいんですよ。もう本当に、こう工業的にね、ものすごい状態のいい感じで、ね、保存されて、でパンに入れますんで、非常に活性が強いっていう状態で、発酵を始めます。
なので普通にエマ使っていると場合によっては後半ですね、長時間発酵させる場合、途中でねガスの発生力というのが落ちてきたりするんですね。まあ、最初から全力で突っ走っちゃうんで、最後ら辺になってくるともうバテバテになっちゃうって、よくあのマラソン大会とかであるシチュエーションですよね。クラスのねものすごいあの活発な男の子がね、いきなり最初ダッシュしてはーっていくんで、わー早いってなるんだけど、後半になってくるとへばっちゃうっていうあれが、まあイーストでも起こってくるというところで、まあそうならないためにもちょっと塩入れといてやると、ちょっとまあダッシュで行こうとするイーストをまあちょっと落ち着いていきましょうというところでコーチングしてくれるという効果が塩にはあるということです。で、そうやって一定の発酵力を保たせてやるっていうのもそうですし、あとは腐敗菌ですね。嫌ですよね。カビたりとかね、なんかね、食中毒を起こす菌が一応やっぱ自然界どこにも存在していますから、パンにもねやっぱくっついてるわけですよ。こいつらがまあ増殖しないように、まあもともとね、微生物の世界って数が多いやつが強いという、そういう絶対の掟がありまして、数が少ないやつ、まあだからイーストがめちゃくちゃこう繁殖しているので、まあ他の微生物は元からそんなには活発には動いてないんですけど、さらに塩を入れることによってその弱い動きをさらに抑えることができるということですね。だから一応そうやって腐敗しにくくするという効果もパンに塩を入れることによって起こってくるということです。はい、だからこういう塩味をまあつけるっていうね、当たり前ですけどね、塩味をつけるというぼやけた味にならないようにするという効果がありまして、でグルテンを引き締めて、でさらに水を吸うんで、とにかくまあベタつかなくて、こうキュッと締まったですね、こうプリッとした生地を作ってくれるっていう効果。まあ一度塩入れないで作ってみるとわかるんですけどもね、もう本当にベタつきます。だからさっき言った通り、無塩パンって分かってて作るときは、わざと塩の量、水の量を減らして作ったりするぐらいっていうところ。まあそれぐらいにも本当にね、熟練したパン職人さんが触ると一発で、こう、ね、発酵してきた生地をこうペチャッと触ったときに、塩入ってないってなるってぐらいのレベルっていうことです。はい。それくらい弾力とか水を吸うという効果で大きく影響を与えている。で、最後に、まあ、微生物の活性を抑えるというのもね、まあ、これもこういう効果あるんだな、ぐらいで覚えておくと、これね、もう本当にね、入れたからって、もう目に見えてめちゃくちゃ違いが出るというわけではないんですよ。というわけではないんですけれども、やっぱりね、ここら辺の理論を知って使ってる人と使ってない人って、実際結構ね、結果として大きな差が出てくるんですよ。だから人間の目に見えるあれではないんだけれども、理論としてやっぱり存在しているから、ここら辺を意識してやると、まあ結果としてやっぱり変わってくるよねというところはあるので、まあまだなんかね、こう、目に見えないんで、ここら辺の微生物の活性を抑えるとか納得できないかもしれないですけども、一応やっていくとね、あ、確かにと思えることがあるので、これもね、一応頭に入れといてやってもらえると、まあ、だんだんと、まあ、なんか掴めてくるものもあるかなと思いますんで、微生物の活性を抑える効果っていうのもね、一応頭に置いておいてもらえるとなと思います。まあ、ここら辺は天然酵母パンとかめちゃくちゃ長い時間発酵というようなパンになってくると、割とここら辺がね、大きく関係してきたりします。ますので、まあ、後々のためにまだね、そんなパン作り始めてばっかりでね、そこまでね、いかないよっていう人も覚えておいてもらえばなと思いますということです。はい、以上塩の役割だったんですけどね、続いて塩の量見ていきましょう。今回ね、まあ一番大事な部分なのかもしれないですけど、気になってるところですよね。塩の量、どれくらい塩って入れたらいいんですかっていう話と、あとは、まあ、なんか種類によって若干なんか塩の量って違うんですけど、これどういう理屈で変わってるんですかねっていうところ、ここら辺を話していきたいと思います。はい、今回2つ書いていますね。トラディションって書いてますけど、これはまあハード生地のことで、まあ塩水は書いてますけど、小麦粉と、あとはイーストとか、一応モルトだけ入っているような、もう超オーソドックスなあのバケットとかに使われる、まあフランス生地とか日本では言われたりフランスパンのね、配合をここに一応書いています。自分がよく使うやつですね。それとあと菓子パンですね、もうメロンパンとか、アンパンとかによく使われるような、もう超当たり前の、ストレート方の菓子パンの配合をこちらに書いてます。でこれを見ながらですね、こちら 2% と 1.5% ってやっぱりね、まあ例に漏れず塩の量が違うわけなんですけど、いや何この 0.5% の違いはっていうところをお話していきましょうという話です。はい、で、このね、基本的にやっぱり 2% 前後なんですよね、多くても。
まあ、どのレシピとか見ても、なんかめちゃくちゃね、もう、10% ぐらい塩入ってますっていうレシピじゃないんですよ。っていうのを、まあ、どうしてもね、塩ってね、こう、引き締めたりとかいう、まあちょっとメリット的な効果もあるんですけど、入れすぎると、これですね、塩味。この縛りがあるんで、塩味がつきすぎちゃうっていう効果があるんで、あ、生地が引き締まったりするんだったら、じゃあ、じゃんじゃん入れちゃっていいんじゃないのってなるかっていうと、やっぱりこの塩味の縛りがあるんで、そうはならないっていうところで、で、塩味のちょうどいい塩梅の、まあ、限界が、こちらなんですね。トラディション。この配合で見ると、やっぱり 2% ぐらいだと。ちょうどね、これくらいの量に 2% 塩が入ると、塩味がいい具合になる。っていうところで、まあ、ここら辺で推移するということですよね。2.5% ぐらい入れると、ちょっと塩味が強い状態になる。まあ、1.5% ぐらい入れると、ちょっと薄味ぐらいになる。っていう、そういうイメージ。なんで、なので、塩がね、4% 入るとかなってくると、これね、もう食べたら一発でわかるぐらい塩辛いです。これを、例えばさっき塩入れ忘れの件言いましたけど、塩。入れすぎの件ですね。仕込むときに間違えて倍を入れました。入れちゃいました。みたいな感じになったときにですね、バカ野郎ってなるわけですよ。商品に出せないじゃないかっていうところで。まあ、それぐらい食べれなくなるぐらい塩辛くなっちゃうっていうところ。まあ、ギリ食べれはするけど、うん、なんだ、病気にする気かぐらいの塩味になっちゃうっていうぐらいですね。2% から 4% に変わるだけで、まあ、それくらいの違いが出る。っていうところで、まあ一個それくらいの感覚値なんだなっていうのを掴んでもらえるといういいと思います。2% でちょうどいいぐらい。で、4% ぐらいになると、もう塩辛く感じるっていうくらいですね。だから多かったとしても3% かなぐらいのとこですね。2.5% でもちょっと塩味強めに感じるぐらい。1.5% で若干弱め。1% ぐらいだと、なんかちょっと物足りないかなって感じるっていう。それぐらいの感覚ですね。で、まあ、これはやっぱり、こちらのね、ベイカーズパーセントのですね、これ、一個デメリットとして、量が変わってくると、まあ当たり前の話なんですけど、量が変わってくると、まあ、どれくらい全体にね、与えてる影響が、大きいのか小さいのかっていうのが変わってきてしまうっていうことがあるんですよね。まあどういうことかというと、こちらのトラディションの生地、合計上、このね、全部、記事をまとめた合計量は 172.9 記事量ですね。になるわけなんですけど、こちら菓子パン見ていただくとわかるんですけど、こちら合計値215となっております。はい。ね、50g 以上ですね。いや、50g ぐらいか。40g か。40g ぐらい多くなっていますね。はい。で、40g 多くなっているということは、その分、塩とかね、他のこの材料ですよ。一個一個。が全体に与える影響って変わってきてしまうんですね。まあ、これが一個ちょっとベイカーズパーセント使う上で覚えておかなくちゃいけないことなんですけれども、ベイカーズパーセントのメリットって、こう、同じような配合。まあ、だからこのトラディションだったら、この小麦粉がちょっと全粒粉にはなってたりとか、まあなんかね、ちょっとモルテエキスがなかったりとか、水の量が変わったりってした時も、同じ材料を使っている同士、同じような材料を使っている同士であれば、こう並べてみたときに、こう若干の違いというのが、まあ数値を見ただけで、あ、これが少ないからこういう感じね、これが多いからこんな感じでっていうので、大体の目安がね、もうつくっていうのがあるんですけど、これが全く違う種類のパンになったとき、まあ要は入る材料が多くなればなるほどっていうことですよね。なればなるほど、この合計値が増えるので、まあ、与える影響が変わってくるということが起こってくるんですよね。なので、これはまあ、塩以外にも言えることなんですけど、例えばドライイースト。ね、イーストも、菓子パンとか作る場合は、若干量がね、多くなっていることが、まあ、いろんなレシピとか見てるとわかるんですけど、多いです。はい。まあ、どれくらいかというと、まあ、大体 1% が 1.5% になるかな、ぐらいのそういうまあ感覚値ですね。まあこれね、ちょっとイーストの話は置いときましょうか。そもそもハーブ系は何個か発酵させるから量が少ないっていうところもあるので、まあ、そこら辺一概には言えないんですが、まあ、とにかく全体量が変わっているというのを忘れてはいけないっていうところですね。いろんなパン作る上で、まあ、特にリッチな配合、リーンなパン、配合のパンっていうのを比べたときに、この与える影響、それぞれのね、一個のね、材料が
まあ、与える影響っていうのがこちらの合計値が変わるとね、まあ、こっちは当たり前ですけど、こっちは与える影響大きく、ね、こっちは、まあ、少なくなってくるというところで、まあ、そこら辺を踏まえてレシピを組むっていうところを考えなくちゃいけないということがあるんですが、はい。で、こちらを踏まえて見ていきましょう。はい。塩の量が 1.5% とかね、菓子パンの生地になると若干塩の量が少なくなってたりするんですよね。うん。これ、ちょっと勘のいい方気づいたかなと思うんですけども、あれ、なんで少なくなったよっていうところですよね。全体量増えてるのになんで塩少なくなったのっていうところ。え、増えたんだから増やさなくちゃいけないでしょってなるかもしれないんですけれども、これがね、それぞれのちょっと塩に、まあ、求めているものっていうのが違うというところがありまして、こちらトラディションの生地、ハード系のやつですね。生地っていうのは、これ基本的に副材料は入れないんで、仮に水がたくさん入っております。水がたくさん入っているっていうのと、あと生地の力がそもそも弱いです。なので、非常にベタつきやすいですね。で、ベタつきやすいし、で、なおかつ生地の力は強くしたくない。それがまあハード系のパンなんですよ。引きは弱い状態に保ちたいけども水はたくさん入れたい。でもそうなってくると生地がものすごくベタついてくるので扱いにくいし全然膨らんでくれないということになってくる。じゃあどうしたらいいのか。塩をたくさんというかまあしっかり入れてやろうっていうことで、こちらのね、リッチなパンに比べると塩の量っていうのが多く、しっかりめに入れられるということが多いということですね。まあ、だから単純に塩味という面だけじゃなくて、やっぱりこちらのね、グルテンを引き締めたりとか、弾力を生んだりとか、水を吸ったりという効果が、まあ、塩味、味に次いで重要だというところですね。なので、これね、単純な話ですけど、もうちょっと生地をキュッと締めたいっていう時は、まあ、塩を、まあ、2.5% とかちょっと量を多くしてやると、より引き締まるというね、ことにはなりますけど、これね、やったからといって、もう、なんていうかね、こう触ってる時に、もう感覚でわかるぐらい変わるかというと、そうでもないんですけど、理屈的に言うと、まあ、ちょっと多くした方が一応引き締まりますよ、というところで、まあ、パン職人さんとかが配合を組むときは、まあ、そういう理屈で、あ、ちょっと水分多く入れるか、塩もちょっと多くね、しとこうかな、みたいな感じで、やられることが多いということですね。だれないようにっていうところ。で、こうやってハード系のパンっていうのは、まあ、塩多めにっていうふうにはなるんですけれども、じゃあ、菓子パンの方見てみると、前は少なくなるんですけど、なぜ少なくなるのかっていう話で、これがですね、生地の力がそもそも強いと。使っているような粉っていうのが、まあ、グルテンたくさん入っているような粉を使って、めちゃくちゃね、弾力が強いと。元から弾力が強い状態に、まあ、副材料が入っているという状態なので、ここにね、まあ、塩たくさん入れてしまうと、まあ、水も少ないんですよ。副材料がたくさん入るんで、まあ、ドロドロにならないように水の量っていうのも少なくされているので、塩たくさん入れちゃうと今度生地強くなりすぎちゃうんですよね。生地が強くなりすぎちゃうので、そうなるとどうなるのかというとき、言うと、膨らむときに、まあ、当たり前ですけど、強いんで、なかなか膨らんでくれなかったりとか、あとは途中で膨らんでるとき、ブチッと切れちゃったり。そういうことで、よく閉じ目がバカって割れちゃうとかあるじゃないですか。ああいうことにつながってくるということで、まあ、塩の量って少なくなっていくというところで、まあ、全体量は増えているけど、こちらね、塩も少なくなって 2% から 1.5% にということが起こってきているということですね。はい。なんですけれども、まあ、かといってね、絶対に、その、なんでしょうね、塩たくさん入れちゃったから、生地が、そうやって生地強くなりすぎて、まあ、バカって割れちゃったりとかするのかというと、そう単純な話でもないんですけど、何度も言ってますけど、いろんな要素の組み合わせで結果的に1個のパンが出来上がっていますので、もちろん他の副材料の量だとか、水分の量だとかっていうのが関係しているんですけど、まあ、そのいろんな要素の1個として、この塩があるということですよね。だから、全部の要素を知って、組み合わせる、てればてるほど自分の想像通りのパンができるということなので、その要素の一個として塩が、生地を強く引き締めてるんだっていうのを覚えといてほしいということです。はい。なんでその要素の一個として少なくしているということがあるというわけです。これ一個単体、塩の量を少なくするという行為一個単体で、全部のこの生地の力を操れるとは思わないでくださいということですね。
だから生地を弱くしたい、生地の力を弱くしたいときは、いろんな生地の力を弱くする要素を重ねていってやって弱くしてやる。強くするときは逆を重ねていってやって強くするっていうことをしてやるっていうことです。だから単純に生地の力強いんだからね、強力を使えばいいんでしょ。ね、強力を使ってるんだから絶対生地が強くなるはずってなると違うということです。それだけでできるっていうことじゃないというわけですね。ものすごく力を強くしたいんだったら副材料の量を少なくしてやるとか、油脂はあんまり入れなかったりとかで、まあ、塩ちょっと多めにして、で水分もちょっと少なめにして固めの生地にしてやって、まあ、なるべく形が残りやすいような状態にしてやるとかして一個の状態になるので、何か一個の要素で全部を決めるということはできないということを踏まえておいてもらった上で、こういう塩の量によって生地の硬さとかね、ベタつき具合っていうのが変わってくるっていうのを覚えておいてください。なので菓子パンのとか見るとこうやってね、全体量は増えているけどちょっと少なく入ってたりとかしているということです。はい、まあ基本的にね、このパンのこの小麦粉、塩とか水のね、大きく影響を与えるようなやつの大体の感覚値を知りたいときは、こちらのハード系の配合を覚えておいてください。基本的にこれを基準に考えて、まあ、じゃあ増えた菓子パンみたいにこういっぱい入ったときどうなるのかっていうのをイメージしておくっていう方がまあわかりやすいですかね。小麦粉100のときに、まあ大体塩って 2% ぐらい入れて、まあ、それがどれくらいの塩味になるのかっていうのを覚えておいてやると、まあ菓子パンにしたときもちょっとわかりやすいかな。っていうところです。まあ言ってもこれが40増えてるだけですからね。これはまあ感覚値でこういろいろ作った時にこれくらい増えればこんな感じに変わるんだなっていうのをまあちょっと覚えてもらうのが、数字で計算するよりは多分これは早いかなとは思います。はい、椅子も一緒ですね。例えばこの配合でまあ 0.4% 入った時にどれくらいの膨らみ方をするのかっていう基準。で、水 70% 小麦にここに入れるとどれくらいの柔らかさになるのかっていうのを、まあこれ作った時に大体覚えておいてもらって菓子パンねやるとまあ分かりやすいっていうところがありますんで、まあ基本のね、うん、レシピとして、まあ基本のスキルとして結構パン作りで、フランスパンとかああいうハード系が挙げられるのっていうのはやっぱりそこら辺があるからっていうところですよね。配合で大体これくらいの配合だとこういう感じの生地になるんだっていうのが分かるんで、まあその他のこういう菓子パンとか作るときもその土台があるので、じゃあ他の入れたときどうなるっていうのが分かりやすくなるということがあるんで、やっぱりハード系こういうね単純なレシピのやつをしっかり作れて、で違いを分かるようになるっていうのは重要ですよという話です。若干ちょっと塩の話からずれてきちゃいましたけど、まあ要はそういうことですね。もうちょっと塩のこの違いを説明するのにどうしてもこのベーカーズパーセントので、この理屈を説明する必要があったんで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ要は塩はハード系のやつとか、ベタつくようなね、水をたくさん入れてベタつくような時に引き締めるっていう意味でこうたくさん入れたりとか、あまり力つけたくないという時にちょっと減らしたりとかいうね、一個の要素としての操作をしたりします。けども、大体この塩味が強くなりすぎるとか弱くなりすぎるっていうそもそもの縛りもありますので、基本的には 2% 前後で使われることが多いということで覚えておいていただければいいかなと思います。だからここら辺で動かしてやればそんなにめちゃくちゃ大きく外れることはないですよっていうところですね。自分でこうオリジナルでレシピ組むときもっていうところです。あとはプラスでここのね、まあ岩塩とかものすごい、ミネラルがたっぷり含まれた海水源だとかを使うときは、一応このマグネシウムとかカリウムとかカルシウムのこのね量、他の塩化ナトリウム以外の無機質の量っていうのも、どれくらい入ってるのかっていうのを注目はしておく必要があるということですね。食塩以外の塩を使うときはということです。まあ、だから例えば、2割ぐらいね、こっちのその他の成分が入っているっていう時になったら、あ、じゃあ2割分ちょっと塩味が弱くなるんだっていうのが分かりますんで、ちょっと 0.12% 塩増やしてやろうかな、みたいな感じで、まあ、組むことができるということです。まあまあ、もちろんその 0.数%を絶対気づくかというと、まあそれは多分気づかないとは思うんですよ。うわ、これパン食べた時に、これ塩 0.2% 増やしたでしょではならないとは思うんですけれども、絶対ならないのですが、やっぱりね、いろんな要素の組み合わせですので、
で、その要素の一個としてやっぱり覚えて、そこをね、操作しておくというのは重要ということなので、はい、ぜひね、ここら辺のことを覚えておいていただければ、自分でオリジナルレシピ組むときに、まあ、一個の要素として役に立つということなので、まあ、これからもね、塩以外にも、どん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 いろんな材料の話していきますので、それ全部を組み合わせて、一個の自分が欲しいパンに向かわせていくっていうことを、できるようになります。というところですので、今回の塩のお話もぜひ覚えておいてください。で、この後もですね、いろいろお話しますので、そちらもご覧くださいというところで、はい、今回終わりにしたいと思います。はい、以上、塩の話でしたけど、この、チャンネルではですね、こういう講義動画みたいなこともやってますし、普段パン作り動画もやっておりますね。いろんな作り方からいろんな理論お話ししていますので、こういうお話が大好きだっていうね、パン好きの方はぜひチャンネル登録と、あと高評価もいただけると嬉しいですという感じで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。皆さん、良いパン作りを。バイバイ。